バーリトゥードジャパン。それは日本に初めて世界の MMA を紹介した伝説の大会。シュートが世界との全面対抗戦に挑んだバーリトゥードジャパン96。ここで日本人は世界の力を見せつけられる。技術体系が成熟していない当時には仕方のない結果となったが、マスコミの目は辛辣だった。それからシュートは逆襲に出た。わずか数年のうちに総合格闘技の最先端の技術を習得し、独自のスタイルを確立させる。バーリトゥードジャパン99での対ブラジル戦で勝ち越しを決めた後、シュートは公式戦に専念することを発表した。そしてプロ化20周年を迎えた2009年、シュートは記念イベントの一環としてバーリトゥードジャパンの復活を宣言。 MMA の主流をなすアメリカやブラジルに対し最強の布陣で臨むこととなった。10年の歳月はシュートをどこまで成長させたのか。新しい伝説が今ここから始まる。